紫ウニは長ウニ科に属するウニの一種。日本沿岸に広く分布し、生殖腺を食用とする。角径5から6センチメートル、角高3センチメートル程度になるウニ。多数の長いトゲを持つ。種商名クラシスピナはクラッス,ススピーナを表している。全体に暗視色を呈することが多く、裸柄は灰色。死有遺体だが、 外見から判別することはできない。日本海では青森県以南、太平洋では茨城県以南、また中国南東部沿岸、台湾の長官隊から旋回の岩礁等に普通に見られる。産卵期は5月から8月。低緯度地域では早くから始まり、期間が長い傾向にある。受精卵はおよそ24時間でに腕プルテウス陽性となり、 1> 約1ヶ月で4腕マイナス6腕マイナス8腕プルテウスを経て中2となる。寿命は9年程度。主に海藻や海藻を食べて生活している。実際は雑食性で人手や死んだ魚のほかコケムシやサンゴなど近くに海藻がないときは割と何でも食べるが、あまり成長が良くないので海藻を求めてたくさんある足で海底を移動する。 海藻を非常によく食べるので、人間が養殖している昆布などを食べ尽くす食害を起こすことがある。飢餓に強く、海藻が死滅する、磯焼けと呼ばれる状態になっても長期間、生き続けることができる。天敵はラッコ。紫ウニは鋭いトゲがあり、食べるのが難しいが、ラッコは手で石に打ちつけて、紫ウニを割ることができる。赤ウニを食べるラッコ。ラッコは、 ウニが大好き健全な紫ウニは非常に発達した生殖腺を持ち食用になるので水産資源として扱われるが磯焼けの海底にいる紫ウニは気が状態であり成長不良のため中身が少なく食用にならないそのため単に海藻を食害して磯焼けを引き起こすだけの害獣として駆除の対象になっている海底の海藻が死滅する 磯焼けの状態になると、それまで生えていた滑走類に代わって産後も類が優先し、同時に紫ウニが大発生した状態になる。そのため、紫ウニが海藻を食べ尽くしてしまったことが磯焼けの原因の一つと一つとされているが、磯焼けは海底が高温品栄養状態に置かれたことによって滑走類を主とする海藻の成長が阻害され、 捕食者と被食者のバランスが崩れた結果、滑走類が紫ウニに食べ尽くされてしまったことによる。したがって、紫ウニが全部悪いわけではない。しかし、紫ウニが磯焼けの海底にせっかく生えてきた海藻を生える、そばから食べてしまうため、紫ウニの接触圧によって、磯焼けが持続する結果になっているのは事実である。健全な環境においては、 産後も類は滑走類に覆い隠されながら生活し、また滑走類は紫ウニの生育を阻害するポリフェノールを分泌するため紫ウニもあまり増えず、結果として生態系のバランスが取れている。磯焼けの状態では滑走類が衰退し、産後も類の実が優先する状態になる。産後も類は紫ウニの成長を促すジブロモメタンを分泌するため、ひとたび、 磯焼けが起こった場合、紫ウニが大発生することになる。また、サンゴモ類は、紫ウニの接触を阻害する物質も出すため、サンゴモ類はあまり紫ウニに食べられず、逆に邪魔な滑走類の芽生えを、紫ウニが食べてくれるため、サンゴモ類が優先する状態が持続することになる。磯焼けは、サンゴモ類以外は何も生えない、海の砂漠と呼ばれる状態であるが、 産後も類にとってはむしろ天国である。磯焼けは、紫ウニなどの捕食者を排除し、ウニが入ってこないように網で囲いをし、海藻の苗を植える、藻場の造成を行うことによって回復できるが、囲いを行った部分以外は磯焼けのままであり、また、これを行うと、従来は水産資源となっていた紫ウニが取れなくなるため、磯焼け以前の状態に完全に戻るわけではない。 一方で海底の環境が回復すると一面のサンゴモの砂漠でも速やかに様々な生物が共存する海中林に戻る。磯焼けのメカニズム自体がまだはっきりと解明されたわけではないが磯焼けを食い止めて海藻と紫ウニが共存する豊かな環境を回復するための取り組みが各地で行われている。なお磯焼けの原因としては海流の変化や 地球温暖化などの自然的要因、ダムの放水などの人為的要因のほかに、ウニを食べるラッコの減少があり、ラッコが減少したために、紫ウニが増えすぎて、磯焼けが発生した事例がある。ラッコは普段は水産資源である紫ウニを食べる害獣として扱われるが、ラッコがウニを食べることによって、海藻やウニなどの豊かな水産資源を生み出す。 環境が逆に守られているなど、自然は複雑なバランスの上で成り立っている。食用とされるほか、発生学のモデル生物として生殖細胞が利用される。日本で食べられている主要な4種類のウニの一つで、生殖腺が食用となる。生殖腺が最も発達する三連期の6月から8月にかけてが旬。有志の違いは、よく見ると卵巣は、 色が濃く、清掃は、色が薄いという区別がある。また卵巣よりも、清掃の方が濃厚で美味しいという人もいるが、素人にはほとんど区別できず、食材として流通する場合、基本的に有志は区別されない。生殖腺の色から、バフンウニとエゾバフンウニが、赤ウニと呼ばれるのに対して、紫ウニと北紫ウニは白ウニと呼ばれる。紫ウニと、 北紫ウニはよく見ると外見が少し違う以外に主な生息地や旬などが違う。また、紫ウニよりも北紫ウニの方が濃厚で美味しいという人もいるが、素人にはほとんど区別できず、白ウニとして流通する場合、基本的に両者は区別されない。ウニは採取すると数日で生殖腺が崩れてしまうため、型崩れを防ぐために秒板洗浄された。 見たウニとして全国に流通するが、妙盤は特有の苦味や臭みがあるため、これを嫌う人も多い。現地では、生殖腺を採取して塩水につけただけの、塩ウに、殻についたままの、生うに、殻ごと焼いた、焼きウになどの料理も賞味されている。神奈川県で養殖の研究が行われており、特に三浦半島名産のキャベツが好物だという。磯焼けに苦しんでいる。 三浦半島の紫ウニは、天然ものは、食用となる生食層があまり育たないため食用には、ならないが、鉱物のキャベツを与えて養殖すると、北紫ウニに近い味となることが確認されている。神奈川県水産技術センターはこれを、キャベツウニとして、商標登録し、規格外野菜の有効活用と、磯焼け対策、ウニの商品価値向上を組み合わせることを目指している。 古来、ウニと呼ばれ、ガゼと共に食用とされてきた。ABCD、紫ウニ高級食材に厄介者返上。大好物キャベツで養殖神奈川県水産センター。日本農業新聞海の砂漠。磯っけの謎に迫る。マイナビ新学編集部2020年12月29日閲覧。厄介者に、規格外や体養殖、キャベツウニ商標に、 神奈川県水産技術センター廃棄活用 PR 狙う日本農業新聞2020年12月29日ありがとうございます